ユーフォー和尚の言いたい放題。今日は何やら後ろに黒板があって数字が書いてあります。そうです、今日は算数を行います。と言いますのも、実は今私、他のこのビデオの中で尾張徳川家の城主のお話をずっとしてるんですけれども、尾張藩のもともとのこう跡取りたちは必ず五郎太という名前を名乗ります。その五という数字がとても大事であるっていうことの一つの中身として、この魔法陣を語ろうかなと思った次第です。でも今日は算数ですので、そこをメインにして後で少し語について考えてみたいなと思います。ではこのここにありますように1から9までの数字をここの中に一つずつ入れていって、縦に足しても、ここですね、縦に足しても、横に足しても、対角線、斜めですね、斜めに足しても、全部数字が同じになるようにこの1から9までの数字をここの中に入れてみてください。少しビデオを止めて考えていただければなと思います。はい、ビデオを再開していただきましたか。これでですね、どうでしたかね、難しかったですかね。まあ適当にやっておけば実際にいつかは出来上がるようなもんなんですけれども、でもこれはちょっと考えればそんなに難しい問題ではないんです。ただ教えてもらえばね、あそうかってことなんですけど、コロンブスの卵と同じで、それを知るまではあまり考えない、そういう内容なんですね。では考えていきましょう。まずですね、何が行われるかっていうと、1から9まで全部足したらいくつになるのか、それが1足す2足す3足す4足す5足す6足す7足す8足す9。あえてこのように筆算を持ってきました。これ一体なんでこんなことをしたのか。それはですね、1たす9をしてみますと10でしょ、2たす8も10、3たす7も10、4たす6も10、そして残りが5、合計が45になりますよということを簡単に理解するための方法論なんです。簡単でしょ、この計算を解きますと。中には1たす10までが55だから、55から10を引いて45って、でも覚えておくっていうのはね、頭で考えるってことをしなくなる可能性も十分あるんですね。そこで、今回は何をするのかっていうと、実際に頭でしっかりと考えるっていうことをポイントにしておいています。これだったら応用が効くわけですよ。1から100まで足すときだってずっと計算するんじゃなくて、1と100をまず計算して101、101が50個だから5050、ね、この方法論が使えます。どんなことでも応用が効くのがこの方法論なんですね。ならこの45という数字はどういうことかというと、今ここで赤、これ足すこれ足すこれがこの赤全体でしょ、ここが45になるということですよ。この黄色のここもそうですね、これ全部で45になるということです。3つで45ですから、45÷3で15、すなわちこの丸の中には全部15が入ればいいという、こういう問題です。ということは斜めも15、対角線ね、これも15になるはずなんですよ。よーく見てみると 1、2、この斜めは3、4、この1個2個3個4個、これも全部15になる。この真ん中が一番たくさん通るなっ
ということが分かれば、この真ん中が15のちょうどど真ん中になってこなきゃいけない。どういうことかというと、15を3で割ってやる、これが5。ここに5という数字が入れば、あとは計算がしやすくなるなっていうのが見えてきます。それはヒントがここなんですね。1と9が10、2と8が10、3と7が10、4と6と10。見てください。1個、2個、3個、4個。あ、すなわちどういうことかというと、5を挟んで1と9になるし、5を挟んで2と8となるし、5を挟んで3と7となるし、5を挟んで4と6となる。こういうことなんですね。ここまで出来上がりました。試しにちょっとやってみましょうか。コーナーに9を入れると、そうすると反対側には1が来ます。すでに1は使ってしまうことになるんですね。で、そうすると9と反対側に来るのは、次は1がもうなくなってますから2を使わざるを得ない。2を使っていきます。2を使っていくと2と11で4という数字が出てきます。これ2でもいいですね。2、4でも構いません。でもそうすると1と4を足すと5になりますから、ここが10なんて数字にならないといけない。1と2、これ3ですから12という数字を作らなくちゃいけない。ということはこれできないってことなんですよ。9が角っこに来ると、もしくは1が角っこに来ると、この魔法陣は成立しないってなります。ですから1と9はこのどこかに入れなさいっていうことになりますね。では私はここに1を入れます。ここに9を入れます。次に考えなくてはいけないのは、9という大きな数字が来た場合は1の次の数字を見なくちゃいけない。先ほどと同じですね。そうすると2という数字が必ずここで使われなくちゃいけない、この9のところでね。そうするとここで2という数字を入れれば、反対カバーは9と2で11ですから、ここが4という数字が必要となってきます。4、もうここで4も使いました。次に4と5となると、これ合わせて9ですよね。そうするとここに必要な数字は6という数字が出来上がりました。6と2合わせて8ですから、ここに入ってくるのは7という数字です。7と5ですから、この挟んだものは何かというと、この3ですね。2と5ですから、2と反対のものを挟んだ数字は8となります。これで魔法陣が完成しました。確認取ってみましょう。2と9で11、11たす4で15、成立してますね。7と3で10、足す5で15、いいですね。6と1で7、7たす8は15、OK ですね。縦のラインは完成です。8、3、4の場合は、3たす4は7、8たす7は15、OK ですね。1たす9が10、10たす5が15、OK ですね。7たす2は9、9たす6は15、OK ですね。横のラインも OK です。次は斜め。8たす2は10、足す5で15、OK ですね。6たす4が10、足す5で15、OK ですね。これで完成しているっていうことです。もちろん、この周りが90度ずつぐらいずれていってもいいですし、ここが反対向きになっても鏡のようになっていても問題はありません。ですから答えはいくつもあるのですけれども、基本はこのように物事を考えていく。9が入ったら反対側に1、1が入ってくるから、それより数字ができるだけ大きな数字を入れたいから8、そうすると1、8が出来上がってくると、ここが6になりますよ。こういう考え方だってできるわけです。先ほどは9が来るから小さい数字で2、そして4という方向でいきましたけど、逆の考え方もできます。さて、ここで面白いのは、
この5という数字だけがなんと4回使われているということです。ですからこの魔法陣の中で最も大切になる数字が5という数字なんです。これは中国、古代中国の易経とか陰陽道とかそうしたものに深く影響を及ぼしていきました。真ん中に5が来るというのはとっても大切なものの考え方なんです。これを魔法陣と名前をつけた人、とってもこうシャレっ気があるかなと私は思います。もちろんこれに向かって何か魔法をかけたら何かが起きるなんてことではありません。ただこうしたものも論理的に物事を考えていけばさほど難しくなく解けるっていうことです。ぜひこの魔法陣考えてみてください。そしてなぜ尾張の殿様たちが後継ぎたちに五郎太という名前をつけていったのか、また私が尊崇する徳川宗春卿は万五郎という名前をつけました。これ太というのは長男という意味ですよね。五郎の長男ですね。宗春は20なんですからそれでも万五郎なんですね。この5という数字はとっても面白い数字です。もう一度考えてみてください。ちなみに手は10本ですけれども片方が5本だというところも大きなことです。手につかむことができる。そしてこちら側は自由になっている。今つかんでいるもの、これからつかむものと考えることも可能です。そうした語にまつわる考え方を自分自身にとって深めて考えてみるのも面白いなと思います。UFO 和尚の言いたい放題算数編でした。